おしゃり。お弁にしたけどよいしょ。よいしょ。今日はそういうキャラなんですね。シャーピーって結構たくさん売ってるじゃないですか、いろんなものを。日常雑貨ね、服も売ってるし。で、もちろんやっぱり僕らといえばブランドものとかも売ってると思うんですけども、今日はシャーピーで売ってるブランドもの、大体偽物説っていうのを検証していきたいと思ってます。あー、絶対でもこの値段とかも見て大体そうだろうなと思うんだけど、そうですね、だって明らかおかしいやつ僕見つけてきたんですよ。で、しかも友達が持ってる。え、友達持ってるの？友達がもうすでに本物を持ってるんで。それが一番検証しやすいんで、僕らはもうこれは偽物だろうなと思って買います。あー、なるほどね。はい、で、僕ももうその題材も用意してあるんで、まずこれです。これね。はい、このなんかピンクのグッチなんですけど、グッチグッチグッチ、これそもそもまず日本製なんです。この財布のバージョンってなんかいろんな色があるんですけど、このピンクってピンクの色って日本だけなんですよ。で、それはそもそもまず台湾でこうやって流れてるんですよ、シャーピーの流れ、うん、で、金額見てください。750元。ありえない、ありえない、ありえない。え、本物いくらだよ。本物はね、6、7万ぐらいかな。ってことは、1万5、6千円はい。じゃあ、例えばどんだけ割れても3万ぐらいって言ってるじゃないですか。3万ってことは9千元ぐらい、うん、どんだけ割れても多分9千元ぐらいで販売されてるはずなのに、もう750元って、これはどういうことっていう話。まあ中古で販売されても多分9000円ぐらいじゃないですか。まあね、まあそもそも数字がおかしいんですよ。やばい、もう1000円以下はやばい。さあ、こんなもん明らかもう偽物やな。これ今日何をしたいかって言ったら、もうこれ偽物っていうの分かってるじゃないですか。分かってますよ。偽物っていうのも分かって買って、で、本物で用意してるそのグッチの財布と偽物でシャーピーで買ったその商品を風月に持っていきます。え、偽物？はい、分かりきったの。で、まあ、またいつもの流れでラオパンには、あ、ラオパンには本物を持ってきました。売りが成立します。成立してラオパンがお金の操作をしてる間にこっそりどっかのタイミングでね、この偽物のやつをすり替えてどうなるかっていう。いや、それはさすがにバレないでしょ。だってもう分かっちゃってたもん。人は本物って信じた状態で最後の最後に偽物に変わった瞬間どうなる？嫌なやつだね。まあじゃあ今日はそういう感じでいくんで、まあ、とりあえず早速まず買っていきます。で、この悪いやつ、あの1834商品も出品します。評価 4.9。 じゃあもう早速買っていきますわ。もうクレジットも登録してあるんで、もうこのまま押すだけです。はい、っていうことで、はい、ここからちょっと時間かかるんで、はい、ということで商品持ってみましょう。はい、ということでですね、シャーピーで、うん、ちょっと買ってきたんですけど、こっちが、こっちが偽物なんです、うん、こっちが本物なんです。本物ってもう信じきってる中で偽物に変わってたらそれ人間 FC になるよ。現金取り行くタイミングがありました、はい、あそこのタイミングで僕さっとすり替えるんで、そうしましょう。もう準備してるんで。じゃあ、いきましょう。今回はシャーピーって最近あるじゃないですか、うん、あるで、以前に Facebook 広告の、うん、そのなんか時計を持って買ってしまったんで、今回はシャーピーで買ったブランド品、うん、本物なのか。なるほど、俺もあれちょっと興味あるんだよね。で、結構ね、なんか見た感じはなんかビトンとかだったらなんか見てわかるんですよ、うんうんうん、だけど今回グッチいい感じのやつ持ってきたんで。あ、本当？ちょっと見てください。分かった。僕の目で見た感じは袋は本物、まだ中身は見てないんで。じゃあ見させてもらいますね。財布なんで。財布ね。はい。あら、かわいい。グッチのこういうデザイン初めて見たね。なんか流行ってんのかな今。今ね、なんかすごい流行ってるみたいで、セクシー女優のアスカキララとかもね使ってんの。これ使ってます。なるほど。はい。あ、これなんか日本限定なんだ。あ、え、わかるんすか？わかる。隠してたんすよ。いやいや、ジャパンなんとかって書いてあるから。あ、もうここにジャパンって書いてたら日本限定ってことなの。日本限定。はぁ、実はこれピンク色だけ日本限定色なんです。あー、そうなんだね、はい、じゃあちょっとこの数字も見て。
このグッチはこのここのね数字を見るとね本物か偽物か分かるから大体ね。本当シャーピーで買ったのこれ。シャーピー買いました。いくらで買ったのちなみに。シャーピーで700元。700元。はい、それお買い得だね。お買い得でしょ。今のところでも全然大丈夫だよ。あんまいいっすか。うん、早くないですか。縫製も OK だね。調子はとても綺麗だし、これすごいよ。もうファンビニシャガソじゃないんだよ。そうだよね、はい、安心安全のジェンダーシャガソじゃ、うん、惜しいね。これ本物でしょ。うん、大丈夫。あんま1万元ぐらいか。うん、そうだね。実際これシャーピーで700元で売られてたんで、うんうんうん、利益出ちゃう。安く買って高く売るっていうことができます。そうだね。俺の鑑定額はこちらです。じゃん、マジか。え、7000元じゃん。でまぁ7000元。うん、やば。だって10倍でしょ。すごいじゃん。すごいよ。え、これだ、これからこれ売って生活したくない。これできるね、ほんとに。え、ちょっと待って、みんなシャーピーで安く買って。いや、みんなに言うなって。俺らがやろうよ。 YouTube やめよう。やめようか。この動画お蔵入りしようよ。お蔵入りにするわ。それでずーっとこれここに売るっていう出費とかしない。そうしましょう。確かにそうだね。7000円で買って700円ぐらい買ったら1000円うちも仕入れるわ。じゃあ7000円で買い取りさせてもらいます。はい、いつも通り紙を書いてもらって、はい、いいですか。お願いします。あ、でもね、ちょっともう色合いが全然違うんですよ。うん、どっちが偽物で、こっちジェンダージャーが。うん、はい、でも結構ちゃんと作ってあるけど、やっぱあのあれと一緒だね。最初の YSL と一緒で、ここがそうですね、やっぱ縫い目がちょっと雑なんで、うん、あとグッチはこういうのないから気をつけてください。グッチないんですね。ないですね。あー、これね、あれなんですよ。銀霊カードってやつで、よくある偽物の中に入ってるんで、これ。うん、これね、皆さん来た時注意してください。これどこに注意してるんですか。いや、これね、銀霊カードっていうカードなんだけど、3枚綴りなのね、これ。で、普通って1枚は保存用じゃん。1枚はお店保管、はい、1つはお客さんに渡すやつ。今だってこれ書いたのもそうだよ。そう、で、1つはその会社に渡すやつって、この3枚綴りだから、これ1枚じゃなきゃおかしいね、本当は。これ3枚あった方が確かに本物っぽい感じだもんね。そう、だからこう普通に考えたらちょっとありえない。はい、はい、ということで、ラオマンさすがです。
ありがとうございます。テスト合格。ありがとうございます。まあ気をつけてください皆さん。はい、はい、じゃあ、マシン系は回収で、ね、はい、と、はい、いうことでですね、検証結果ナオホン、本物っていうのすぐ分かりました。そしてですね、この動画たくさんいいねとシェアよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。引き続き風景さんもよろしくね。それでは皆さん、また会いましょう。バイ。シェ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 にシェシェにシェ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 にシェ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 にシェ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 にシェシェにシェ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 にシェ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 に。